インセクテックの足立です。今日はナレーションでお送りします。先日覗きましたらば、鎧モグラゴキブリが餌を前足2本で抱えて食べてました。不覚にも可愛いなと思って動画を撮影しています。同じ餌あげたいという方もいると思うので、 Amazon のリンク貼っときます。よかったら購入してみてください。残念ながら1匹死んじゃいました。どうやら脱皮で失敗したらしく、気づいた時には干からびてました。残念。はい、これは脱皮したばかりのところに出会いましたので、スマホで撮影しています。そんなに動きが早いと思わなかったのですが、葉っぱをどけると土の中に潜っていきました。抜け殻って見当たらないんですよね。だからこうやって幼虫が食べてるんじゃないかと思って実験しているところです。餌皿からは引っ張ったりしていますが、実際食べているかどうかはまだ分かりません。ここからはちょっとしたおまけ画像になります。ジャイアントウッドローチがやっと産死してくれました。マットの色に隠れてなかなか分かりづらいです。分かりやすいように別写真で案内するとこんな感じです。ここからは鎧モグラゴキブリ用に苗から私が栽培しているユーカリの話をしたいと思います。この画像はユーカリプンクタータ、葉っぱがボコボコしていますね。宿場病というボコボコになって枯れてしまう病気だと思うのですが、室内で栽培していて紫外線が少ないため、そして風に当たらない、雨に当たらないため、こんな風になってしまったのではないかと考えています。こちらはユーカリカマルドレンシス、観葉植物にありがちなうどんこ病だと思います。同じく室内栽培なので、プンクタータと同じ原因でなってしまったのだと思います。これもカマルドレンシスです。葉っぱにベタベタしたものが付着しています。そしてなんか白い虫のような粉のようなものがあったので、葉っぱを裏返してみました。ガーン、多分粉貝殻虫です。購入した観葉植物用の土に卵が混じっていて、暖かい室内に置いていたため浮かしてしまったのだと思います。餌用なので殺虫剤が使えません。指で潰したりお湯をかけたりして虫を殺しています。春になったらなんとか環境を良くして健康的なユーカリを育てたいと思っています。いやー、ユーカリの栽培は難しい。じゃあまたお会いしましょう。